ある記者会見。ストーリー直川隆久。出演上杉正蔵。え？今なんて言った？金花見法。あのね、大向こう受けを狙いたいんだろうけどね、そういう猥褻な呼び方は迷惑なんだな。国民の誤解を招くんですよ。今日成立したのは青少年の健全育成を前提としての公共秩序に関する法律ですよ。あなた方もご存知とは思うけどもだね、花見を禁止することが目的の法律じゃないんですよ。確信はあくまで子どもの健全なる精神の寛容にあるんであってだね。そこの論点をずらしてもらうと困るんだな。国や地方団体が管理する土地でだね、薬物やアルコールを摂取したりだな、さらには摂取している人間を見るということまで含めて、青少年の影響をされやすい脳には非常に有害だと、公の空間ってのはそもそも誰のものなんだと、まあこういう議論は今更繰り返すまでもないでしょうが、まあおかげさまをもってね、無事成立ということで。施行はこの春からですけども、何？憲法上の集会の自由との関係？もうそういう話はいいでしょう。すでに議論は尽くしてるわけだから、まあ、飽き飽きしてんだ。憲法にそんなことが書いてあるの？花見の権利とかそんなことが書いてないだろ。はい、次。ああはい、君ちょっと聞くけどもね、源氏物語読んだことある？源氏だよ、源氏。知らんはずはないよな。何？源氏物語が今関係あるんですか？質問に質問で返すなよ、答えなさいよ。読んだことがあるのないのどっち？ないんだろ。源氏も読んだことない精神レベルの記者にだね、質問する資格はありません。勉強してから来たまえよ。何のために会社は君らに高い給料払ってるの？はい、次。何？聞こえないんだよ、声が小さい。あのさ、何度も同じこと言わせなさんなよ。国家がこの国難に陥ってる時にですよ、大の大人が桜の木の下で浮かれておる場合じゃないでしょうってことだよ。え、何？デモ規制？デモって何？まあこの法律でデモを規制するかどうかは現場の判断でしょうね。いやだからそれは現場の判断ですよ。なことはない。いちいち総理大臣である私が口を突っ込むことじゃないよ。じゃあ君の会社の社長は君たちが書く記事を全部指示して書かせてるのか？そうじゃないだろ。社長に聞いたら明日の紙面の記事の一言一句がわかるのか？え？声を荒げるのは痛いところを突かれた証拠？私がいつ声を荒げたんです？いつ声を荒げたんです？何時何分何秒？答えろよ。こっちが聞いてるんだ、答えろよ。答えられないのか？自分が言ったことに責任を持てないのか？それでもマスメディアかね。私を侮辱するってことはね、国民を、私を選んだ有権者を侮辱するってことですよ。あんたその覚悟があるんですか？おい、あんたどこの新聞じゃ？ああ、毎朝か。顔、覚えておくよ。まあもういいでしょ。ね、これ以上続けるのも不毛だし。はい、ご苦労さん。はい、カメラ止まったかね。え、いや何、今日はねこれから議員会館で幹事長と会わなきゃいけないんだ。嫌なんだけどね、議員会館の食堂はまずくてさ、この間プリン頼んだらカラメルがやたらに甘ったるいプリンを出してきてさ、こんなもん食えるか、子供の餌だって私が怒鳴ってやったらね、ちゃんと次からほろ苦いカラメルのプリンに変えて出してきましたよ。連中は人を見てやがる。
まあ食うのはやっぱり銀座だな。公園で酒なんて飲むもんじゃないよ、あんたらもね。じゃあまあそういうことで。